オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語を勉強中の方やフランス語に興味があるという方に向けて、フランス語学習を楽しく効率よく続けるための秘訣などを様々な角度からお伝えする番組です。皆さんこんにちは、パーソナリティの野瀬祐介です。今回はアンサンブル人気講師ゆうこ先生とやすこ先生をゲストに呼んでいます。こんにちは、ゆうこ先生、やすこ先生。こんにちは、ゆうこです。本日はよろしくお願いします。こんにちは、やすこです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は番組宛てにフランスのホームパーティーで楽しくなるコツについてご相談のお便りが届いています。ゆうこ先生とやすこ先生にこの後お答えいただきます。インタビューの後は三輪先生によるワンポイントフランス語レッスンです。それでは今日届いているお便り紹介を始めていきましょう。今回いただいたのはラジオネームよしこさんです。はじめまして、アラカフェット初めてメールします。私はフランスに住んで2年が過ぎますが、フランス人の友人と呼べる人が全くいません。結婚してフランスに来たのですが、主人はとっても社交的な人で、月に2、3回ほど友人のホームパーティーに行きます。もちろん私も一緒に行かなくてはいけません。本当は行きたくなくて、そのことを何度も話したのですが、フランスは基本カップルでの行動が原則なので、いやいや無理やり行っている感じです。フランスのホームパーティーはとても長くて、パーティーはいつも彼が昔から仲のいい友達の集まりなので、私は共通の話題もなく、いつも孤立してしまい泣きそうになります。もともと人見知りが強く、日本にいた時からパーティーや飲み会など得意ではありませんでした。フランスのホームパーティーで楽しくなるコツなどあれば教えてほしいです。かなり深刻な悩みです。はい、よしこさん、お手紙ありがとうございます。大変貴重なご相談をありがとうございます。今回よしこさんからはホームパーティーを楽しくなるコツということでお話を伺っているんですけれども、このまず経験なんですけれども、ホームパーティーでちょっとこう少し寂しい思いをされているということなんですが、このあたりは経験される方は多いんですか？はい、この悩みは外国に行ったことがある方なら誰でも一度は経験することだと思います。実は私も同じ経験があって、最初は本当に辛かったです。最初は理解をしようと思って一生懸命聞いたり、何を話そうかとか考えたりするんですが、やっぱりそのうちついていけなくなってしまって、孤独になってしまうんですよね。その嫌な感じが続いてしまって、もうパーティー自体に拒否反応が出てしまうという話も実はよく聞く話なんですよね。実はこの外国のパーティーでの悩みというのは 100% 誰でも通ってしまう道と言っても過言ではないのではないでしょうか。そうですか。やっぱりこう皆さんね、いろんな経験をされる、その中でちょっとやっぱり日本とはね少し異なる部分もあるかもしれませんし、ましてや異国の地でのホームパーティー、ちょっとこう自分の中での居心地という点では悩みを感じる方も非常に多いのかもしれませんね。ゆうこ先生はどうですか？そうですね、私もよくこうした相談を受けることがあって、例えば一度に喋られると何言ってるかわからないですとか、そうするともうホームパーティーに限らずですけれども、もしくはまあ日普通のカップルの方なんかでこういうことはやっぱりよくあるというふうに聞きますね。直接の原因ではないかもしれないですけれども、フランス等でのホームパーティーでの嫌な気持ちが、例えばそのご主人、フランス人のご主人に理解をされなくって、だんだんちょっと孤立したような気持ちになったりですとか、もしくはそのフランス人、もしくはフランスが苦手だと感じてしまったり、嫌いになったりとか、最終的にちょっと日本に帰りたいなとか、まあ最悪の場合離婚っていう話も何人かちょっとお聞きすることがあります。フランスは絶対カップルで行動する、カップルでセットという形なので、ホームパーティーも体調不良等がない限りは同席しないといけないですもんね、やすこさん。
そうなんですね。そうですね、やっぱりどっちか出席しないと、あら彼女と彼どうしたのみたいにすごく聞かれてしまう、ちょっと気まずくなるぐらいなので、やっぱり行かないといけないっていう意識は出てきちゃいますよね、はい。まあ、安子先生もね、先ほど自分も経験があるということをね、おっしゃってたんですけれども、どうですか、こう自分なりにこのホームパーティーについてどうすれば楽しくなるかなと思います。はい、私もまあ自身で悩んだこともあったり、まあ、あといろんな方に悩みを聞くので、まあ、なぜ、あのもちろんホームパーティーを楽しくするコツっていうのも考えるべきなんですけど、私はもうちょっとこう私なりにこうなぜこういう嫌な気持ちになってしまうのかという原因をちょっと探してみたんですね。はい。そこで興味深いのが、人見知りが起きてしまう原因と、まあ、それに対するまあ、直す方法、対策なのかなと思っています。うん、やっぱり家にずっとこう、こもっていない限り、まあ、必ず人って誰かと交流するわけじゃないですか。ここで人と話さないで良いって、やっぱりシチュエーション的にはありえないと思うんですね。うん。で、よく考えてみると、これは、まあ、あの、外国語、まあ、フランス語に限らず、外国語を学習するときと、まあ、実はすごくリンクしているなって、ちょっと思ったので、ちょっとね、ゆうこ先生とリサーチ報告をしてみたいと思います。ほう、なるほど。じゃあ今回の話を聞いて、単純にホームパーティーを楽しむっていうだけの視点ではなくって、人見知りが起きる原因とその直す方法を、しかもこれ外国語を勉強するっていうところにリンクをさせて今回お話をいただけるということで、ちょっとまずこれ人見知りの原因っていうのはね、かなり知りたいなと思ってる方多いかなと思うんですけれども、これどうですか、安子先生なりに考えたのは。そうですよね、まず人見知り自身の原因っていうのは、の人に拒絶されることや受け入れられないことを恐れる心理というものから発生します。よしこさんの場合、外国人ということで過去のもちろん共通の思い出もないし、あと文化の違いもあったり、フランス語で 100% しっかり相手に気持ちが通じないというところで、やっぱりこの恐れというものが前提にあると思うんですね。そこでやっぱり怖いという前提からパーティーが怖いということにつながっていく、まあ、つまり恐れというものに原因があるんではないかなということがわかると思います。そこで、では原因と直す方法を6つ紹介してみたいと思います。おお、今回じゃあ6つもあるということで、まあ、全部いきなり実践っていうのはもしかしたら難しいかもしれないんですけれども、一つでもね、実践ができるところからやっていけるとね、いいかもしれませんね。では6つ一つずつご紹介いただいてもいいですか。はい、ではまずその1から入りたいと思います。初めて会う人と緊張してしまって会話が続くか心配という方ですね。やっぱりこの人見知りの人はこういうね、悩みを抱えていると思うんです。実は私も人見知りしないタイプとすごく見られるんですけれども、未だに初めて会う人とは緊張します。はい、もちろんレッスンをするときだっていつも本当はドキドキしています。なのでよしこさんがパーティーで出会う相手の人だって実は緊張を少なからずしていると思うんです。相手に警戒心を持つって普通のことなんですよね。なのでここはみんな同じだって開き直ってほしいところです。ああ、確かにそうですね。こう自分だけじゃなくって相手もやっぱりこう緊張してる、ドキドキしてるんだって思うと仲間意識がね、芽生えてくるところはあるかもしれないですね。はい、で2つ目の原因と直す方法なんですけれども、よしこさんは円滑にフランス語を話さなきゃいけないというのをきっとご自身にある程度貸している場合があるかなとも思います。そうなるとちょっと自分で焦ってしまったりですとか、フランス語で例えばオートソンシュヘと言って、オート自分ですね、己をソンシュヘ検閲するみたいな言葉があるんですけど、自分私はこれが言えてないですとか、そういったことを考え始めてしまうと、フランス語面でもそうですし、ご自身の例えば精神面もちょっと私完璧じゃないみたいに思い始めてしまったりするので、むしろ逆に分かり合えないことがスタンダードだと考えていただいて、その上でじゃあどこまで私は相手と掘り下げることができるかなと、会話を楽しむのがいいのではないかなと
思います。でもし複数名とのお話が難しい場合は、まずは近くにいる人のお話をうんうんそうだねと聞いて聞き役に徹してみる。それで得意そうな話題が出てきたらちょっと長く話してみるっていうのはいいかなと思います。だいたいこういうふうにお話を聞いてると、相手の方も話を聞いてもらっているな、私受け入れられているなというふうに安心してお話ができますので、だんだんお互いに話しやすくなるかなと思うんですね。そうするうちに仲良くなっていくっていうのが、まあ、人間的にあるかなと思うんですが、はい、はい、そうですね。今言っていただいた通り、こうやらなきゃいけないっていうふうにね、思い込んでしまう部分もある中で、多分今回の相談を受けているよしこさんっていうのは、もともとそうした飲み会が苦手っておっしゃってたので、頑張ってやる必要はきっとないと思っていて、その中で自分のできることをね、まずは徹してやってみるのも一つかもしれませんね。安子先生、他にはどうですか？はい、では原因と治す方法その3に参りたいんですけれども、もうズバリ、はい、完璧主義を手放すことですね。このフランス語であったり外国語を話すときについやっぱり身構えてしまうことなんですけれども、間違えて話してはいけないとか失敗してはいけないということで、なんと言いますか、文法の決まりをすごく頭の中でごちゃごちゃ考えすぎてしまって、まあ、黙り込んでしまうということは、学習者の方なら誰でもあることではないのかなと思うんですけど、私も初めの頃は条件法ってどうやって使うんだっけとか、あれその時の動詞の活用ってどっちだったっけなって思ってしまうと、やはりこうパッと口から言葉が出てこなくなってしまうことっていうのが実はあったんですね。でも誰しも完璧な人間なんていないんですよ。完璧な文章を話さないと通じないということではなくて、やはりここはよしこさんフランス語で話されている、つまり母国語以外の言葉で話しているという自分を誇らしく思ってほしいところなんです。まずは自分に厳しい、何とかをしなければならないということを解放してあげて、楽しんでいただくというか、もう人間は完璧な人なんかいないんです。未熟なということが完璧だというふうな思いを持つば、完璧主義によるこうブロックがなくなるのではないかなと思います。本当にこれは日本でもすごく同じかなと思っていまして、日本の飲み会の中でもですね、やっぱりうまく話せないとか、こう上手に話そうっていう形で気負ってしまう人も中にはいらっしゃると思うので、今安子先生がおっしゃっていただいた通り、完璧なものを目指すのではなくって、今自分ができることというところをね、しっかりと考えて臨んでいくことの方がリラックスしてね、ストレスをためずに済むかもしれませんね。今お話しいただいた優子先生、安子先生からお話しいただいたこの2つのところは、本当に日本でも当てはまることが非常に多いんじゃないかなと思います。さあ、あと残り3つあるんですが、では次は優子先生教えてもらってもいいですか？はい、原因と治す方法その4、過去は忘れるですね。先ほどの文法や活用間違いの話と少し重複するんですけれども、過去に失敗した恥ずかしい思いっていうのは過去です。あの時うまく話せなかったなとか、過去のトラウマ、嫌な過去の思い出にあまり引きずられずに、もうむしろネタにするぐらいで前を向いてください。昔の自分はああするしかなかったとか、そういうことを言えるということは、今はつまり成長しているっていうことです。別の解決策や行動ができるということなので、無意味な失敗なんてないと思います。次に活かせることができると言って胸を張ってください。過去の自分を責めるのは自分を虐待してしまっているのと同じになってしまうので、ご自身を大切にして毎日の進歩を楽しんでください。はい、そうですね。これもやっぱり精神的な部分にはなるんですけれども、やっぱりこう思い切って忘れてしまうことも大切ですし、あとは忘れるのがなかなか難しいなって人もいらっしゃると思うので、そういった時はこの失敗を成長に変えるっていうことがね、すごく大切な観点なのかなと思いますね。やっぱりそのまま失敗で終わらせてしまうと失敗のままなんですけど、あ、こうしたら
こうなるんだなってことが多分気づけるっていうプラスで捉え方もできるかなと思いますので、思い切って忘れるも一つでしょうし、そうして失敗したことを成長につなげていくっていうのも、すごくこの人見知りを直す部分であったり、コミュニケーションをうまく取れる方法になるかもしれませんね。さて、残り二つ。じゃあ、安子先生。はい。では、五つ目です。今、優子先生がおっしゃったことと、まあ、ちょっと似てるような気もしないでもないんですけれども、これは他人にどう思われようが関係ないと思ってしまうことですね。失敗がどうのこうのっていうことも関係するんですけど、人目をもう気にしない、自分は自分と他人は他人と胸を張って自分らしく行動して生きていってほしいなと思います。特にフランス人ってなんか自分に自信を持っている人が多いのか、まあ、仮にそうではなかったとしても、あまり後ろ向きな言葉を使わない人が多いと感じます。なので、まあ、自分はどうしたいのか、例えばパーティーでは楽しみたいのか、そもそもみんなと仲良くなりたいのかとか、何をしたいのか、何を話したいのかという自分というもののアイデンティティを持ってみたらもっと前向きになれるんではないでしょうか。ああ、そうですね。まあ、ネガティブに捉えるだけではなくって、せっかく行くのだから何か得るものをという形で、じゃあ自分はその中でどうしたいのかなってことをね、考えると、また違った楽しみ方ができるかもしれませんよね。そうですね。例えば、料理が好きな方であれば、ホームパーティーを通じて料理を学ぶこともできるかもしれませんし、例えばこういう趣味がある。あ、そういえばあの人はこういう趣味があったな。じゃあ話を聞いてみよう。であったり。単純にホームパーティーに行くだけではなくて、そこで何か得られるというふうにね、思うことを持つことで、他人の目線が少し気にならなくなるかもしれませんね。さあ、では、ラスト、6つ目。じゃあ、優子先生。はい。原因と直す方法、その6。相手に興味を持つ、ですね。相手の方が自分と違う趣味を持っていて、そのことを例えば全く知らない分野だったとしても、興味を持って質問攻撃してみるというのがあると思います。人間誰しも自分が夢中になっていることですとか好きなことを質問されたら嬉しいですし、逆に自分も新しい発見ができて視野が広がったり新しい趣味が見つかったりしますよね。例えば普段生活していて海に素潜りしてこの人森で魚ついてるんだみたいな人の例えば会うと本当にみたいな、それが楽しい人がいるんだって普通生活してたら気づかないことだったりしますよね。でそういうことを楽しみつつ、なんて言うんでしょう、楽しんでいくうちにフランス語が上達してたっていうことも多分あると思うんですね。なのでそうです、パーティーに関してはまあもうね、安子先生もそうだと思うんですけど、もっともっと語りたいことがたくさんあると思うんですけれども、もう3つ目に入りましたので、はい、この話はまた違う機会にもりもりとお話ししたいと思います。そうですね。今のお話を聞いて、例えばもっと具体的にこういうことが知りたいってあったりだとか、他にもいろんなお悩みご相談があればですね、いつでもアンサブルアンフランセ、まあ、ラカフェットお問い合わせいただければと思います。今回6つという形でかなりね、盛りだくさんでお話をいただきました。今回、よしこさんは、そのホームパーティーを楽しむためのコツというふうなお話でね、ご相談をいただいたんですが、今回は安子先生から、楽しむっていうこともとてもすごく大切なんですけど、そもそも大前提として、じゃあ、人見知りをどうすれば解決ができるかという形で、まあ、6つのね、原因とその直す方法についてもお話をいただきました。まあ、この話を考えていく中で、聞いていく中でね、もしかしたら、よしこさんにとって、プラスになる部分があるかもしれませんね。まあ、実際にこれはアンサンブルの生徒さんとかでも、やっぱりレッスンをしていく中で、いろんな経験であったりだとか、この先生だったら話せるのになとか、あ、逆に、この先生だとうまく話せないなっていう、まあ、そうした生徒さんも中にはいらっしゃるかもしれませんからね。このあたりは、優子先生どうですか？そうですね。やっぱり相性等もありますし、誰々先生となら話せるのになっていうこととかいろいろあると思うんです。でもそういうふうに、はい、なんて言うんでしょう、アンサンブルの強みというか有効な部分っていうのはいろいろな講師が取れることだと思いますので、そういうことである種トレーニングのように旅のようにいろんな方を取っていただいたりすると、現地に行っても
もしくはそうですね、お友達とかと話されてる時でも話しづらいっていう状況に慣れたりするので、トレーニングの場として楽しんでいただけたらいいかなと思います。はい、まあ、他にもね、グループレッスンなんかも当然ありますし、いろんな経験を積むことができますので、自分がちょっとこう人見知りだなってあったりだとか、ここは解決したいなということがあれば、ぜひ様々なサービスを利用してみるのもいいかもしれませんね。今回の話を聞いて、そうですね、よしこさんがちょっとでもこのホームパーティーについての印象を変えていただければ、また新しい発見が出てくるかもしれませんし、もう一つは今日ね、安子先生の中にもありました、まあ、自分に対しての見方を変えていくということで、ホームパーティーがまたこれまでとはちょっと違ったものになるかもしれません。今回はラジオネームよしこさんのお話をお伺いをしました。ぜひ次ホームパーティー行くときには、今回お話しした6つの中の、まあ、1つでもいいので意識をして臨んでいただけると、楽しいホームパーティーの時間になるかもしれません。今回は安子先生、そして優子先生にお話をいただきました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アラカフェットは日本最大手のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。ワンポイントフランス語レッスン、皆さんこんにちは、アンサンブル講師のミワです。こちらのコーナーではアンサンブルが自信を持って作成し、生徒様にレッスンや自習でお使いいただいているオリジナル教材の中から知っておくと便利な表現やポイントをご紹介します。さて今回はフランス語ビデオ講座文法解説ビデオ第7課より、人の外見を表す形容詞について気をつけてもらいたいものをご紹介します。フランス語の形容詞といえば、対象となる名詞の性別、そして数に合わせないといけないので語尾変化を起こしますよね。簡単なものもあれば複雑なものもあって、覚えるのが大変です。皆さん頑張りましょう。優しいもので言えば、背が低い、小さいという意味のプティがありますね。この女性形は何でしょうか？その通り、語尾に女性のウをつけてプティット、プティット。男性形では語末のテを発音しませんが、女性形では後ろにウがつくことで軽く発音され、プティットとなりますね。このように語末に女性のウをつけるだけで女性形を作ることができる形容詞はシンプルですが、大きく形が変わってしまうものもあります。代表格としては、美しいという意味の形容詞ですね。男性形は beau、女性形は belle、belle となります。スペルも発音も大きく変わるので、こればかりは頑張って覚えないといけませんね。ではもう一つ質問です。ほっそりしているという意味の形容詞 mince、M-E-N-C-U と書いてマンスと発音しますが、女性形はどうなるでしょうか？実はスペルも発音も同じマンス、そのままです。というのも、この形容詞は男性形の段階で語尾が無音のウで終わっているので、女性形を作るときにわざわざもう一つ女性のウを足す必要がないというわけで、語尾が変化しません。同じタイプの形容詞は他にもいろいろとあり、この第7課でも紹介されていますので、ぜひご覧くださいね。このようにアンサンブル・アン・フランセの自習用教材フランス語ビデオ講座の文法解説編第7課では、
外見を表す形容詞を使った人物描写の仕方、そして尋ね方について詳しく解説されています。第7課は3部構成、計21分にわたって会話例文や発音のポイントをしっかり学習することができます。ネイティブスピーカーによる会話音声や練習問題もありますので、視聴後の復習までしっかりサポートいたします。ご興味がある方はぜひフランス語ビデオ講座のホームページより無料視聴をお試しくださいね。それではまた、アビアントー。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。